あ、もうお耳に入ってるんですか？でも大丈夫です。心配しないでください。そんな話、アイドルには日常茶飯事です。そんなことよりお願いがあるのですが、スポンサーや記者の方にいただいたお菓子まだたくさん余ってて、ホテルの部屋に置いといてももったいないので、お裾分けしたいんですけど、よければ少し引き受けてもらえませんか？それじゃあ今日遅くなっちゃうけど、お家に寄らせてもらってもいいですか？あ、いいんです。ホテルだといろいろと面倒ですし、車で行くので荷物のことはご心配なく。おいマイミー、そんなに食うなって。と、その一口は60キロカロリーだぞ。なあ、それ70キロカロリー、それ80キロカロリー。これ、はい、いつもは事務所のスタッフに分けたりするんですけど、長期ロケで帯同スタッフも少なくて。でも必ず一つは食べるようにしてるんです。やっぱり私がもらったものですから。だから毎日お菓子食べてます。あ、こっちのはこれから一緒に食べようと思って。あの、美味しい紅茶も持ってきたので、それからご飯がまだだったら。部屋にキッチンがついているので作ってきたんです、サンドイッチ。夜にサンドイッチっておかしいですかね。あ、よかった、作ってきて。あ、それは大丈夫です。大丈夫なんですけど、あの、一つお願いしてもいいですか？部屋を見せてもらえないでしょうか？はい、私、男の子の部屋って見たことがなくて。ダメですか？はい、よろしくお願いします。失礼します。
あの、男の子の部屋、初めてなので感動です。思ってたよりもずっと綺麗で。え、どうしてですか？自分の居場所、いいですね、それ。ま、まゆみさん、そんなに汚いんですか？入ったことあるんですか？そうですか。じゃあ、まゆみさんも、この部屋にはよく。なんだか楽しそうですね。あの、こちらに座りませんか？私だけ座ってるのはちょっと申し訳なくて。え、もちろん。本当ですか？あ、でも私も忘れてるかも。でも花子って呼ばれてるから花子になってるだけかもしれませんけど。スイッチですかね。二階堂レイとして活動している時には自分の中でスイッチを入れてるというか、前は切り替えるのに苦労してましたけど、今は自然に入るようになりました。っておかしいですよね。二階堂レイが私の本当の名前なのに。はい、今日もよろしくお願いします。でも突然レイって呼ばれるとちょっと驚きます。こういうのはどうでしょう。二人だけの時はレイって呼ぶ。もしかしたらそれで私も変われるかもしれないし。でも変じゃないですよね。だってまゆみさんやさやちゃんは呼び捨てにしてるじゃないですか。私ちょっと、うん、すごく羨ましい。言い訳はいいから、はい、言ってみてください。どんな私であっても慣れてもらえます。はい、お願いします。マジです。はい。つむってます。ちゃんと私を見てください。それじゃあこれでどうですか？ねえ。ただいまー。まゆみさん、うわおーい、来たぞー、来てやったぞー。あれ、今のケイスケ君の声じゃないですか？装着したでござる。ピザ買ってきたよ。ピザでパーティーしよう。おお、花子がいるじゃん。お前らそういう仲なのか？大丈夫、一応社交辞令でそう突っ込んでみただけだから、基本花子に興味ないし。え、寂しい。おお、よく来たね花子。今日は朝まで騒ぐから覚悟しろよ。はい。え、朝まで？みんなピザ代は割り勘だからね。あ、花子ちゃんはお客さんだからいらないわよ。よし、グラスを用意しろ。ジュースで乾杯だ。私アイスココアがいい。私はアイスティーがいいな。ミュウちゃんは何がいい？コーラで。悪い。では、本日はお日柄もよく、
ここに集いし皆様には日頃より格別の投げよ。乾杯。あ、こんな時間。ねえねえ、ラジオつけない？わー、いいね。この盛り上がった空気に月岡光の魅惑のボイスを注ぎ込む。悪くないっすよ、姉子。ちょっと、姉子はまゆみちゃんだけで十分でしょ。ああ、そうか。俺たちにはまゆみ姉さんがいたのである。な、まゆみの姉子。誰が姉子じゃ、ボケかすこら。まあまあ、気の利いた曲でも聴きながら盛り上がりましょう。ニュース速報です。絶体絶命パンダのセンターとして活躍する国民的アイドル二階堂レイさんの事務所に殺人を示唆する脅迫状が届きました。マジかよ。俺のニカレイになんてこと。世の中には卑劣な奴がいるもんだよね。こういう奴絶対許せない。あ、ごめん、電話。どうしたの？なんか深刻そうだったけど。あ、私ここで失礼します。あー、なんだよ。パーリーはこれからだぜ。パーリーはまだ終わらないんだぜ。ケンスケ、みんな驚くほど引いてますけど。花子ちゃん、ここから帰れるの？家隣町だよね。あ、大丈夫です。迎えに来てくれるので。内緒で出てきちゃったからみんな心配してるみたいで。あ、大丈夫です。同級生のみんなでいるって言いましたから。それじゃあ。花子ちゃん、もしかしてタクシーで帰ったの？すげえな、お迎えが来るなんて。あ、もしかして花子はタクシー屋さんじゃね？なんだよ、タクシー屋さんって。タクシー売ってんのか？へい、毎度タクシー行っちゃおうってか。あ、声よ、まみ。ありがとう。
あれ？あなた、レイをかくまってるわね。出しなさい、ほら、ハリーアップ。そうやってしらばっくれるつもり？勝手に上がらせてもらうわ。本当にいないみたいね。ここだと思ったのに、いなくなったのよ。ちょっと注意したら珍しく私に言い返してきてね。そのままホテルを飛び出しちゃったのよ。まったく、あんな子じゃなかったのに。誰かに悪い影響でも受けてるのかしら。あの子が望んだことよ、私じゃない。それなのにあの子、今日の撮影に穴開けたのよ。スタッフも他の俳優さんたちも待たせたままで、一体どれだけの人に迷惑をかけているか。本当に知らなかったみたいね。一応表向きは体調を崩したってことにしてるけど、あの子が戻らないのならバレるのは時間の問題。今まで築いてきた信頼なんて一瞬で失う世界よ。素顔のまんま飛び出してるし、バレたら大事だわ。とにかく見つけたらホテルに連れ戻してちょうだい。早く車を出して、次は学校よ。私です。飛び出してきちゃいました。ごめんなさい、飛び出したまでは良かったんですけど、どこにも行くところがなくて。だってもうあんな高校になんか行くなって言っても役作りのためになんかならないって。そりゃあ入る時には反対されたけど、一度約束したらそれを蒸し返すような人じゃないんです。なのに今朝突然一方的にあなたや山城先生のこともものすごく悪く言うもんだから、
つい、何か心当たりあったりしますか？あ、そうか。このまましばらくここにかくまってもらえませんか？ホテルに戻ったらもうみんなと会えなくなってしまうかも。そんな、あなたまでそんなこと、私がどんな思いで。全然わかってない、全然わかってないです。こんなこともあろうかと見張りを一人残しておいたのよ。見つけたら連れ戻してって言ったはずよ。それなのに家に連れ込んで例に何するつもりだったの？彼は関係ないわ。レイ、撮影もあなた待ちしてるのよ。今なら体調不良でごまかせるから撮影に戻って。戻ります、撮影に戻ります。え、あら、そう？それじゃあ車を外に待たせてあるから急いでちょうだい。バカ！どうやらここが縁の切れ目のようね。所詮アイドルと一般ピーポーなんだから、いい夢見たってことでお後がよろしいようで。私よく聞こえなかったんだけど、そうね、バカって言ったのかしら、それとも二度とその面見せんじゃねえだったかしら。それじゃあね、手切れ金の話もなかったことで、バーイ。はあ？ああ。
いらっしゃい。読み人よ、今宵だけは安らかに。
あら、